室瀬先生、はい、蒔絵というものはどのようなものなのでしょうか。蒔絵ですか、はい、普通絵画ですと、まあ、顔料、肉を混ぜたり油混ぜたりして描きますね。でも蒔絵の場合は漆だけで模様を描いて、その漆に金粉っていう金属の粉を巻きつけてね、そして絵にするという、ちょっと、漆の世界だけで、使われる